晩も洗濯？かまないよね。あなたがクラウドさんですか？元ソルジャーの。今は何でもや。ねえ、フォリア先生、怒ってる？はい、怒っています。見回りに出た子供たちが帰ってこないんです。約束した勉強の時間なのに誰も。見回りって、ハウスの子供たちがやってる恩返しだよね。ええ。寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたりかなり好評なんですよ。そのあたりで見ませんでしたか？はあ、私夜に予定があってその支度もしなきゃいけないのに。探してくる？ありがとうございます。見回りに出ている子供たちは5人、手作りの剣を背負っているのですぐにわかると思います。撫でていい？またやりたいな。あんたはテレビに。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。じいちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ。新製品は日向ぼっこしたチョコモの香りだよ。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になってるやつ。見回りの調子どう？うん、今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ。頑張ってるね。これくらい当然だよ。寄付のおかげでハウスがあるんだから。って、もうこんな時間？フォリア先生、怒ってた？うわぁ、ごめんなさい。困ってる人を助け回ってるやつがいる。もう無理からで、愚かな。ところによっては、雨が降るかも。あの人たちも信用ならないよね。1番街、8番街、5番街の避難所。うわ、びっくりした。見回りの調子、どう？いろいろ観察してるんだ。いつか作る自分の店のために。お店開くのが夢なんだ。うん、いっぱい稼いでハウスを助けたい。先生たちは言わないけど寄付があってもいろいろ苦しいみたいだから。内緒だぞ。話したら罰金だからな。勉強の時間。明日は予定を変更してミトガル市民たちによる抗議集会の様子を生中継する。いざとなれば俺も戦うぞ。困ってる人を助けに来てるやもん。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって一発もぶちかまして。
ご活躍みたいだね。ああ危ない。ここ幽霊が出るんだって。怖い。あ、クラウド。見回りの調子どう？いつもより街がざわついてる。魔航路が爆発したせいかな。よく見てるね。感心感心。だけど何か忘れてない？あ、勉強する約束。ハウスに帰らないと。おー、診察してほしいのか。あ、ソルジャーさん、一緒にお話聞く？マコールが壊されてまた戦争が始まるかもって。本当かな？その前に心配することがあるだろ。フォリア先生との約束。私帰るね。俺がミッドガルに来た頃はまだ半分しかプレートがなくてな。本当に戦争は終わったと思っていたのにね。幽霊が出るんだって。爆破で停電してから落ちたらどうするの？エアリス、シミの間では魔航路爆破の黒幕と言われる軍隊への反感が高まっており、一部ではすでに戦争は始まっているという声も上がっている。何で何でねえんだよ。困ってる人を助け回っては軍隊の手先だとテレビで言ってたぞ。二番台の公園で困ってる人を助け回ってる奴がいるらしいよ。心配よ、じわじわ眠れんよ。あ、何します？点検頼める。お会いできて光栄であります。自分は強い男になりたいであります。ソルジャーは憧れであります。すごい気合だね。非常時ですから。魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります。ハウスにも新しい仲間増えるかもね。先生の負担がまた増えるであります。その先生がお前を探している。ハウスに帰還するであります。これで全員だね。ハウスに戻ろう。5番街の楽屋は現れる。またやりたい。一流の商人になるには。おかげさまで子供たちが帰ってきました。助かりました。では張り切ってお勉強しましょう。ガマ王が出たぞ。前より基地の近くだ。なんとかしないとな。ガマ王？秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよ。すっごく凶暴で王冠をかぶってるの。多分モンスターの王様だと思う。ソルジャーさんなら倒せるよね。ああ、しかも簡単にな。でも俺の報酬は安くはない。お金なんかない。自警団ならタダだよ。他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃう。あそこはみんなの大事な場所なの。宝物あげるからお願いします。足りない分は俺が店を出したら払うから。どうしてもダメなら自分たちで退治するであります。サンギルでどうだ？秘密基地のガマ王退治はサンギル。今回は特別だ。やったー！商談成立！俺たちの秘密基地、よろしく！大きくなーれ。お願い！噛まないよね。大丈夫。美味しい仕事だった。テレビに。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。じいちゃんの魔法の話。何それ、食べない。
子供じゃどうしようもない問題も多くてさ、解決してくれると助かる。お兄さんこっち。どう？俺素質ある？ごめん急いでるの。おしまい。よかった。どうしてもやる？覚悟はいい。ここまで。引き直す。やっ。終わりだ。当然の結果だ。俺の仕事だ。私の仕事もあるでしょ。終わったね。下がって。そう言われましても。消えろ。ここまでだ。お疲れ様。突破する。うん、行かなきゃ。じゃあ行け。引き直す。集中していく。撃てろ。やっ。切り替えよう。この隙に行け。これだ。終わったね。ガマを倒せたの？ああ、しかも簡単にな。やった、さすがクラウド。これでみんな安心して遊べる。ありがとう。はい、お礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ。遊ぶ時間はありませんよ。宿題をたっぷり用意しました。今日中にやっておくこといいですね。はい、わかりました。我慢王退治ありがとうございました。さすが先生、何でも知ってるね。そうありたいんですけど、なかなか。夢のため、仲間のため、困っている人のため、毎日夢中で走り回っている子供たち、あの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです。疲れそうだ。それはもう。でもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ、見ているよ、愛してるよ。そういう気持ちを伝えたくて。本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っています。すごい。先輩の見よう見まねです。尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというか。ううん、ビッグス先輩に比べたら私なんか全然。あ、いけない、私そろそろ出ないと。用事あるんだった。用事っていうか夢です。ありがとうございました。なんだろうね、先生の夢。興味ないね。秘密基地を守ってくれてありがとう。お礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたから、もう一度秘密基地に行ってみてよ。